列選手の紹介をいたします。ゴールキーパー1番石川周作、ディフェンダー46番森脇豪太、ディフェンダー6番遠藤航、ディフェンダー5番牧野智明、ミッドフィルダー18番駒井義明、ミッドフィルダー16番青木拓也、ミッドフィルダー22番阿部裕樹、ミッドフィルダー3番宇賀神智也、ミッドフィルダー10番柏木陽介、ミッドフィルダー30番興梠慎三、フォワード8番ラファエル・シルバ。続いてサブスティテューション、ゴールキーパー25番江本哲也、ディフェンダー4番那須大輔、ミッドフィルダー15番長澤和樹、ミッドフィルダー24番関根貴弘、ミッドフィルダー38番菊池大輔、フォワード20番李忠成、フォワード21番ズラタン、そして監督はペトロビッチ。以上、浦和レッズスターティングメンバーサブスティテューションの紹介でした。ここで本日の審判団をご紹介します。